島田人生です。今回ご紹介するのはアーマージョイントシリーズ。私島田からは、ボートシーバス、このボートシーバスにおいてこのアーマージョイントの使い方などをですね、細かく解説したいと思っております。それでは、ラインナップのご紹介です。アーマージョイント、先行で発売されたのがこの、190ミリのフローティングタイプ、ね、特徴的にこのアーマーブーストという、 こう折りたたみながらルアーが飛ぶことによって飛距離がかなり出ると、その飛距離を出るときにこう近づいてしまうので針が背中に回ったり針同士が干渉しないようにプチロックっていうね、本当に新しい機能がついて、こういったことのおかげで飛距離が稼げて、かつトラブルが少なくなったという、まあ、ビッグベイト界の革命といいますか、新しいテクノロジーがふんだんに使われたのがこのアーマージョイントシリーズなんですね。このフローティングの後にこのシンキングっていうタイプが出ました。もうこれ正直私に感覚で言うと待望のシンキングなんですね。このアーマージョイントのシンキングタイプっていうのは、このフローティング 51g に対して 58g と約 7g 重たくなっていると。シンキングのジョイントルアーって非常に使いどころが多くて、まあ、これ一つあるだけでかなり釣りの幅が広がると思います。加えて 280mm っていうね、これいわゆるジャイアントベイトというカテゴリーに入ると思います。 190mm のフラッシュブーストはビッグベイト、そして今回出たこの 280mm に関しましてはジャイアントベイトという立ち位置になると。細かなテクノロジーはね、今までの190と同じです。こうやって折りたたんでアーマーブーストが搭載されているということから、両方とも、飛距離的には50メートルを超えるという、飛ばないというイメージのジャイアントベイト、ビッグベイトがちょっとこう視点が変わるんですね。飛距離が出る、しかもトラブルが少ない、実調の時にストレスがないということはイコール超過につながりますので、そういった面も含めて、細かく解説したいと思います。それではこのアーマージョイントの機能をご紹介したいと思います。これはもう使ったことある方ならわかると思うんですが、これがアーマーブースト。アーマーブーストというのは投げた時に、初速スピードを生かして、ボディ自体がくっついて折りたたみながら飛んでいく、もしくはちょっとねこういう形で飛んでいくことのことによって、まあ、いわゆる回転するっていうのを防ぐんですね。ルアーが回転しなければ必然的に飛距離は伸びるというところで、このアーマーブーストっていうのはいわゆる飛ばないって言われるジョイントルアーの常識を覆した機能になります。さらにこのアーマーブーストが、もたらす恩恵というのは、ルアーが回転しないということでイコールアキュラシーが高まるということなんですね。まあ、今回動画の中でもいわゆる壁打ちっていうね、壁をスレスレに狙って打っていくというやり方があるんですけども、まあ、ただの一度もキャストミスなしにですね、壁際にルアーを送り込むことができたっていうのは、やはりこのアーマーブーストの恩恵だと思います。続きまして、島のルアーといえば近年ですね、多くのルアーに採用されているこのフラッシュブースト。何も動かさなくても常に中がバネの力で反射板がキラキラ光っていると、いわゆるジャークという、ルアーを一回錆びた上で止める、この止まった時にバイトって出るんですけども、このフラッシュブーストが入っていると何が起きるかっていうと、止まった瞬間にきらめいてるんですね。つまりデッドになってる瞬間がないっていうのがこのフラッシュブーストの恩恵だと思います。そしてすごいですよ、プチロックというシステムです。先ほどアーマーブーストで折りたたんで飛んでいくと言いましたね。回転しなくなる、飛距離が出る、しかしこの時にご覧の通り針が近づいちゃうんですね。つまり巻き始めた時にこの針同士が干渉してしまってトラブルになるっていうことをですね、防ぐのがこのプチロックっていう機能です。針自体をですねボディの中に固定することができるんです。このことによって畳んだ時に針同士が干渉しないっていうことからトラブルが起きないということで、このプチロックが初めてこのアーマーブーストのいいところを 100% 引き出すための機能として存在するということなんですね。まあ、こういったルアーっていうのは世界中探してもこれしかありません。ですのでジャイアントベイト、ビッグベイト、飛距離が欲しい、遠くへ投げたい、船に限らずおかっぱりも、そういう時にこの機能というのは最大限活かせるんじゃないかと思います。
そしてこのアーマージョイント280のみに採用されている機能がこのスタビライザーです。このスタビライザーに関しては何でいるかっていうと、私たちのシーバスを狙う際に使う糸は P ラインです。通常ブラックバスなどのビッグベイト、ジャイアントベイト投げるときは、まあナイロンラインかフローラインか使うことが多分ほとんどだと思います。我々ソートアングラーに関してはほぼ 100% P ラインを使うんですね。なのでルアー自体を操るときにですね、前へ前へ行く力が強く働いてします。糸が伸びませんから。なのでこのスタビライザーを使うことによって、その前へ行く力をさらに横に転化することによってルアーのアクションが美しく再現される。これがこのスタビライザーの機能です。これがあるのとないのとでは P ラインを使う上では大きな差となります。はい、島のインストラクター鈴木仁です。今回はですね、アーマージョイント280、190、ショアから狙う、シーバス用のタックルバランス、それとルアーアクションについて解説していきたいと思います。まずはですね、アーマージョイント190を、キャストするための、まあ、タックルですね。まずはロッドの方から説明していきたいと思います。ロッドがですね、インフィニティ B86MH になります。なぜこのロッドを使用しているかというと、まず長さ、まあ、ショア、それとウェーディングで使うのにやっぱり振り回しの、取り回しですね、まあ、非常に投げやすい長さです。まあ、当然遠投もきますね。それと硬すぎないというかね、投げるときにどうしてもやっぱり空気抵抗のあるルアーなんで、ティップアクションというよりは少しね、やっぱりベリーの方まで曲がりながらキャストできた方がライントラブルが非常に少ないんで、めちゃくちゃ投げやすいと思います。他にもですね、ディアルーナ B80H というね、ロッドがあるんですけど、こちらでもアーマージョイントが快適にキャストできるんで、まあ、そちらもね、使用してもらってもいいと思います。続いてですね、リールなんですけど、エクセンス DC、このリードはやっぱりこの本当にね、キャストしてもやっぱりトラブルが非常に少なくて快適にやっぱり投げられるっていうのと、飛距離がダントツに出るんでね、やっぱりこのリードをメインで使用しています。で、巻いてあるラインなんですけど、これはオシア8の、P の3号ですね。これが大体約 100m、入って、リーダーが、オシアリーダー、まあ、オシアリーダーナイロンの、まあ、60本ですね。これを大体まあ80センチぐらい、まあ、矢引きって言って半分、まあ、80センチぐらいですね、接続しています。まあ、リーダーの長さはね、やっぱり人によってその垂らしの長さが違うんで、長い人もいれば短い人もいるんで、それは自分の長さでね、快適に投げられるリーダーの長さを接続していただければいいかと思います。使用しているリールはエクセンス DC なんですけど、ギア比が XG なんですよ。なぜ XG を使うかというと、結構このまあ、アーマージョイントね、自体やっぱりダウンクロスでキャストするよりも、自分結構アップクロス、要するに上流にキャストして、泳がしてくることが多いんで、まあ、そんな時にやっぱりギア比が速い方が、要するに流れの先にキャストしてこう引いてくるのに、ゆっくり引いてるとやっぱルアーがどんどん自分の狙ってるところよりも外れて泳いできちゃうんですよね。で、それをやっぱり意図的にこう早く巻いてルアーをこうアクションさせるっていう意味で、リールはまあ XG タイプのリールを使用してます。オシア8、3号に、接続しているのはオシアナイロンリーダー60ポンドなんですけど、まあ、やっぱりナイロンリーダー、要は伸びがあってキャストするときに抵抗が非常に少ないと、まあ、やっぱりねずれが多いときにはフロロっていうなんかイメージもあるんですけど、やっぱりこうキャストしたときにラインのこのソフトさ、抜け感が非常にナイロンの方がいいんで、自分はナイロンリーダーをまあメインで使ってます。はい、続いてアーマージョイント280ですね。まあ、この 135g の、ルアーをキャストするタックルなんですけど、まずはロッドからですね、ディアルーナ、B80XH です。やっぱりね、これだけ重いルアーをキャストするのにはやっぱりそれなりのロッド、やっぱりこの安心して振り切れるロッドが必要なんですね。で、やっぱりこのロッドはこの 100g を超えるルアーをね、思いっきりやっぱりキャストするための、まあ、専用ロッドといっても過言ではないと思うんですけどね、まあ、安心して使えると思います。あとはもうビッグベイト の当たりを拾った時にね、思いっきりやっぱフッキングして強引に寄せてくるパワーもあるんで、まあ、投げやすさ、あとはこの強靭さっていうんですかね、兼ね備えてるんで非常に扱いやすいと思います。
これに合わせるリールなんですけど、カルカッタコンクエスト MD、これの、ロングハンド 300XG の LH というロングハンドルモデルです。なぜこの、ハンドル、特にね今回このハンドルを使用しているかというと、やっぱりこれだけ大きなルアーを流れの中でやっぱり安定したリトリーブ、それとあとはそうですね、フッキングした時のロッドプラスリールの巻きっていうこのトルク感でやっぱり合わせをしたいんで、やっぱこれだけねハンドルがしっかりしてると握りやすく巻きやすい、とにかく力が入るっていうのが最大の特徴だと思います。当然リールの方はねやっぱりこの、安定したキャストしやすいように細かいブレーキ調整ができるんで、昼夜問わずに思いっきりキャストできるっていうのが、このリールの特徴だと思います。ラインなんですけど、これはオシア8、P の5号が入ってます。約 100m、巻いてますけど、それにリーダーがオシアリーダーナイロンの80ポンド、これもだいたいそうですね80センチぐらい、接続して、キャストしてます。リーダーはね、ナイロンリーダーを使用する理由は、こちらもやっぱりそのキャストした時の抜け感、やっぱりこのナイロンの柔らかさが非常に、ガイドを抜けていくときにやっぱりこう引っかかりにくいんで、やっぱり投げ心地っていうのが非常にナイロンの方が優れてるんで、フロールじゃなくてナイロンリーダーを使用してます。はい、ラインの太さなんですけど、やっぱりそれぞれにね、例えば3号だったり5号だったり、このルアー使うルアーによってやっぱラインの太さって変わってくるんですけど、今言ったやっぱりエクステンス DC だったら3号、カルカッタコンクエスト MD であれば5号、これはやっぱりそれぞれ使うルアーの重さによってやっぱり、適合な太さかなと自分は思います。特にやっぱりこうバックラッシュがないわけじゃないんで、バックラッシュした時にも例えば P35 だったら結構ほどけやすい、P55 もバックラッシュしてもやっぱりこう結構ねスムーズに、やっぱり糸が太い方の方がやっぱりトラブルも回避できるし、なんといってもねフッキングした後強引にやっぱりやり取りで素早く寄せてすぐリリースができると、やっぱりそういった意味ではやっぱり細いラインよりも太いラインの方がより安心して快適に釣りができるんで、アーマージュと280とかね 100g を超えるようなルアーだったら、5号、下手したら6号、本当にね太いラインの方が気持ちよく思いっきりキャストできるんで、不意のねライントラブルも防げるし、非常にね扱いやすい太さっていうのは必ずありますんで、今言った推奨の太さを使っていただいた方がいいかと思います。アーマージョイントにこう接続するスナップなんですけど、まずは、190の方ですね、こちらに接続するスナップは、やっぱり物によってやっぱりねそのルアーのサイズによって、やっぱりスナップのサイズっていうのは、使用するタックルも違うんでね、自分は使い分けてます。やっぱりこのあまりね、鼻の方っていうかね愛の方に重さがあるとどうしてもこう頭が下がりがちの傾向になるんで、なるべく軽いスナップを接続して使用してます。こちらビッグベイト、ジャイアントベイトね、ジャイアントベイトっていうか、アーマージュンで280は、そのジャイアントベイトの中でもかなりね存在を放ってると思うんですけど、 135g ってやっぱ重さがあるんで、非常に投げる時にもめちゃくちゃやっぱ負荷がかかります。だからもう本当にオフショアで使うぐらいの、サイズのこれもスナップですね。自分が実際これはねシーラとか、オフショアでも使ってるスナップなんですけど、やっぱりそれぐらい強度があるものを使った方がやっぱり安心してキャストできると思います。これもやっぱりクリンチノットで、接続して、使用してます。ベアリング入りとかはつけてないんで、本当にアクション重視でなるべく軽くですね、スナップだけを、ここに土をつけて、ルアー交換をしてます。リーダーの長さですね、今だいたい1メーターちょっと、1メーター10ぐらいはつけてると思うんですけど、ルアーだいたいこのぐらいですね。リールの高さに合わせたら、ロッドの半分ちょっとぐらいまでの長さ、これは人それぞれです。別に長くてもいいし短くてもいいし、ただ短い方がここのリーダーの結び目がトップガイドを抜けていくときに抵抗にならないんで、バックラッシュしにくい、あとやっぱり飛距離の安定性っていうのも出てくると思います。ねずれもしくはあと飲まれた時にリーダーがついた方が、切られにくいと。
ということで、まあ、多少短め、まあ、例えば30センチも60センチでもいいと思います。これが例えばディープウェディングで腰まで入るという場合には長ければ長いほどこうキャストするときに水面を叩いてしまうんで、投げにくくなるんで、その時にはちょっとリーダーをカットして短くすることもあります。まあ、最初は本当にね、ゆっくり振りかぶって、まあ、軽く投げる感じでいいと思います。で、多少やっぱりこの親指で、左と親指で腹で軽くねサミングをかけてもらって、で、まあ、あと本当にゆっくり始めは巻くと。とにかくこのルアーの重さと引く抵抗感をある程度こう体に感じ取ってもらいながら徐々に鳴らしていけばいいかなと思いますね。結局遠投してしまうとその先のルアーの動きってやっぱり見にくいんで、実際自分が狙ってるところにどうルアーがね入ってどういうアクションかっていうのはやっぱり見えないんですよ。だからある程度やっぱりこの至近距離で軽く投げて、まあ、早く巻いたらこうルアーのアクションがこう大きくなるとか少し潜ってくるとか、まあ、そういうのをやっぱり確かめながらやっぱり使う必要性はあると思います。で、基本的にはこの遠投できるルアーなんですけど、遠投しつつも必ずそのピンを狙うということですね。流れのよれ、例えば潮目、ベイトがいっぱい溜まってる駆け上がりで、ここになんかシーバサがよくついてるとか、まあ、例えば橋脚だったら橋脚のその明暗の部分だったり、やっぱりそのここだと思われるようなところをなるべく変化が出るところにルアーがちょうどこうドリフトで入っていくようなイメージですね。そうするとやっぱりドリフトした時は一番ルアーのアクションがこうやって安定して泳いでたルアーがドリフト入って一番その U の字の頂点に行った時に結構激しく暴れるんで、その時にやっぱりバイトが生まれるんですね。そして、このアーマージョイント280の飛距離をやっぱりね最大限に出す、まあ、コツというかね、やっぱりこの綺麗にこう折りたたんで飛行姿勢が非常に重要なんですよ。やっぱりこのルアーはこういう感じで折れ曲がって飛んでいくことによって空気抵抗が非常にねこう小さく、この重さが一箇所に乗ってこのままズドンと要するに飛んでいく。どうしてもね、大きいルアーって風の抵抗を受けやすい。で、これが回ってしまうとやっぱり飛距離が半減どころか3分の1ぐらいしか出ない時が多いんですね。ただこのルアーは折りたたまれることによって要するにこういう感じで飛んでいく、要するに空気抵抗も少なければ要するにコンパクトになることによって重さがこう乗りやすい、分散せずに結構この前面方向に重さが乗りやすいんで飛距離がドーンと出ると。だからそれをやっぱり可能にするのはやっぱりこの初速、要するにキャストする時のこの初速が重要で、それがうまく乗るとやっぱり爆発的な飛距離、このルアーが綺麗に折りたたまってやっぱり飛んでいくことが非常に重要だと思います。これがやっぱりこのアーマージョイント280っていうのは本当綺麗に折りたたまれて狙ったところにピンで落とせるっていうところがやっぱり最大の特徴だと思います。結構ね、投げた時にやっぱりこの空気抵抗が大きくて回ったり狙ったところから外れるっていうとね、やっぱりこうピンを狙っててもなかなかそのピンにうまくキャストできないってことがあるんですけど、やっぱりこの綺麗に折りたたまってね狙ったところに直線に飛んでいくっていうことがやっぱりそのピンをよりねこう狙いやすく、本当ピンポイントで狙えることによってやっぱり超過っていうのが確実に上がってきますよね。まあ、自分の場合は多少後ろ、例えばこう水面までの距離、まあ膝下ぐらいまでのウェーディングでバックが取れる場合にはちょっと長めの垂らしで、で逆にディープウェーディングで、垂らしがあんまり取れない場合には短めですね。じゃないとキャストした時に、後ろにこうルアーが行った時に水面を叩くか叩かないかなんですね。叩いてしまうとどうしてもやっぱり、バックラッシュしたりとかやっぱりルアーに力が乗り切れないんで、まあその辺はこうね立ち込み具合によって、垂らしの長さを変えてもらえればいいと思います。飛びますね。やっぱりこのアーマージョイント280はね、やっぱこの折りたたまれることによって飛距離が出るんですけど、その飛距離ね、50メーターオーバー、なんかちょっと風に乗った時は60ぐらいね普通に出ますけどね、でもこれだけ大きなルアーがねやっぱりこの折りたたまれて飛んでくっていうね、やっぱりそれだけでねこれだけ飛距離が安定して出るっていうのはやっぱりすごいと思いますね。一番最初の、まあ、アクションというかね、この着水だと思います。
やっぱり魚をシーバスをこう寄せたり、まあ、捕食音を演出したり、あとはたくさんいるベイトを蹴散らしてスイッチを入れたりっていうことで、まあ動き出す前にまあ着水した時のそのアクションっていうのがいかに大事かっていうところですね。でその着水の音も種類がいくつもあるんで、やっぱりまあ例えばベイトが深いとかよりいっぱい密度がいるベイトだったらちょっと天ぷら気味にキャストして、要するに高く上げて水面に結構ドバンと落とすと。で逆にそのベイトが追われててもそんなにこのベイトが多くない時には比較的低い、まあ、ライナーで、ポチョンと入れてあげるとか、やっぱりそういったその音の強弱をやっぱりつけた方が、いいと思います。ちょっと高く上げるとこういうなんかドボン、これもうちょっとねキャストした時には勢いがついてるんでもうちょっと激しくなりますけど、この本当にねベイトがなんか腹から落ちたようなバチョンっていうこの音と、あとは本当に低くやるとねちょっとこの尻尾の方からスポンとこう入る、音が小さければ小さいほどアピールは少ないです。できるだけそのレンジが深かったりベイトが多いときにはなるべく高めに上げて、この音を強めに出した方がいいと思います。この音でシーバスのスイッチが入る、まあ目線が上に上がる、もしくは周りにいるベイトがシーバスが捕食したと勘違いしてわっと逃げることも結構あるんで、その逃げた時にシーバスのスイッチが入ってそこにルアーがあればそのルアーにバイトしてくるっていう感じですね。ゆっくりスローリトリーブ、結構浮力もあるしね、ゆっくり引いてもやっぱりよく泳ぎますよね。まあこれは水面に出ない程度のゆっくりですね。水面をこう割らずに水面直下をゆっくりこう引いていく、これがまあ基本スローリトリーブです。これがまあスローですね。次ミディアムリトリーブ、まあ、要するに普通に巻く感じですね。こうなるとやっぱりだんだんアクションが大きくなってきますよね。巻けば巻くほどね、やっぱ早く巻けば巻くほどやっぱりルアーのアクションが大きくなってくるんで、この分アピールがどんどん大きくなってきますからね。これは流れる方向に見ますね。今左側から、まあ、アップ上流に投げて今手前にね、流れと同調して引いてるんでちょっと早めに引いてますけど、これは逆にダウンクロスでね流れの要するに下流から上流に引いてくるときはもっとゆっくり引いてももっと泳ぐと思います。だからルアーも大きいけどやっぱその流れをねどっちにかませて上流から引いてくるのか下流から引いてくるのかでだいぶアクションは変わると思います。で次がファーストリトリーブですね。まあ一番速い、ルアーの動きはいいからね飛び出さないですけどね、結構このギラギラバタバタ、要するに波動系です。もうすごいですね、くね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 、ロッドにもねやっぱりブル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 伝わるぐらい。ルアーの泳ぎがいいからね安定してずっと泳いできますからね。これがまあファーストリトリーブです。意外とボイルしてる時にね早く引いてくるとスイッチ入ってね、これでもヒットすることは結構多いですね。細かなアクションというのはアクションとかねリトリーブのスピードというのはスロー、ミディアム、まあ、ファースト、まあ、たまに超ファーストみたいなのもありますよね。一応やっておきますね。あの本当回収するスピードですね。本当はねたまにこういう回収するスピードでピックアップ同時にドーンと出るときがあるんで、通常のスピードではもう反応しないようなやつがいるんですよね。もう試合が終わっちゃった後にこれを試すと意外とドカンと、まあ俗に言うこう回収ですよね。
さあ回収してもう終わろうかなと思ってこのガーって回収してパッと上げた瞬間に食いついてくるやつがいるんで、だからまあスロー、ミディアム、ファースト、まあ超ファーストみたいなね、まあ結構流れの速度によってやっぱりそれは使い分けることも重要だと思います。そこに杭がちょうどねいいところにあるんで、その杭が例えばボイルした場所、もしくはシーバスがなんかこうベイトが先からわーって散ってるようなイメージで、あの杭をそのポイントとして、魚がいるんじゃないかというポイントとして、あの杭をちょっとねイメージして狙ってみますね。シーバスがいそう、もしくはベイトがいっぱいいるところになった時に初めてアクションを変えてゆっくりこう引いてくると、アクションが速い動きがゆっくりになる瞬間、もしくはそのゆっくりの動きが速くなってルアーが戻ってくる瞬間、そういった時にやっぱり結構スイッチが入るんですよね。だからずっとゆっくり引いてるってことはほぼなくて、まあ ミディアムリトリーブで引いてる中で、あここだっていうところだけゆっくり引いて見せて食わなければ回収。だからもう本当にただこう広いエリアで漠然と投げてるんじゃなくて、まあ要はこのシーバスが釣れそうなところがこういう、まあ、ピンでどっかにあるというのをある程度こう目視で見ながら、もしくは流れの変化を確認しながら、やっぱりそこに近づけていくっていう作業ですね、これね。ちょっと早めに巻いて少しレンジを気持ち入れながら、その食わせやすいところとかね、変化があったところに来た時初めてゆっくり引いてあげると、表層なんだけどその結構ねそこは奥が深いところがあるんですね。だから基本はやっぱりそのイメージがどれだけ大事かっていうことですね。どのレンジもしくはどの場所をどう通してきて、自分がそのピンでそこにルアーを送り込んでどのリトリーブで狙うかっていうのが、やっぱりまあやればやるほどこう奥が 深い釣りなんで、ただ大きいルアーをポンって投げたからただ引いてれば釣れるっていうよりも、その中の何かを見つけてって、そこにいかにアプローチしてルアーを見せるかっていうのが大事な釣りだと思いますね。はい、リトリーブの中でね、次はこれ結構使うんですけど、ドッグウォークですね。まあ、水面をこうテーブルターンって言ってね、こう横にターンさせながら水面をこうかき分けていって、波動強めで、まあ、それをいかにじらして水面でアピールして食わせるかっていうのが、この、水面でこうドッグウォークっていうアクションがあるんですけど、それをちょっとねやってみたいと思います。まあ、いかに水面でこの引き波を立てて、このハンドリングですね、ハンドルで瞬間瞬間でこうクイックイックイッってこのハンドルを巻く、これは一定のリズムがいいですよね。リズムがちょっとでもずれると、あの潜ったりこのね左右のドッグウォークが出なくなってくるんでね。まあ、実際ね、そこに杭がちょうどあるんで、その杭が例えば狙ってる場所、杭が例えばシーバスがいる場所とか、ベイトがちょっとこうなんかたまにわっと追われてこう散るような、その杭がそういうイメージだとして、ちょっとその周りをどういう風にルアーを通すかちょっとやってみたいと思います。まあ、初めはゆっくり引いてきてもいいと思うんですよ。ゆっくり引いてきてある程度近くなってきたら、そこからこういうアクションでなんか食いそうでしょこれ。この左右にね、このドッグウォークで要するにルアーが動いてくれて、やっぱりこう見せる時間が長くなる、あとはやっぱここにいますよっていうのを最大限やっぱアピールできる。これが通常のトップウォーターだと一瞬で過ぎちゃうんですね。もうペンシルにしてもポッパーにしてもやっぱり一瞬で過ぎちゃうけど、やっぱりこのジョイント系のルアーのすごいところは、やっぱりこのクネッくねっくねって平打ちながら水面直下でこう身をね翻すようなアクションが出せるんで。はい、まあ、これがですね、まあ、実践での、まあ、実際のドッグウォーク、いかにやっぱりこの水面直下でルアーをダートさせて水面でこうアピールするっていうのが、まあ、やっぱりこの280っていう大きさとこのジョイントの動きっていうのがやっぱり非常に、まあ、一番生きてるよね、そんな感じのアクションですけど、まあ、これを使ってもらうことによって、なかなか反応しないね、特にボイルしてる魚なんかはやっぱりこれをやることによって一気にスイッチ入れられるんで、まあ、そういった使い方をしてもらうのも、いいと思いますね。はい、続いてですね、ジャークですね。要はなかなかスイッチが入らなくてこうルアーに食いつかないとか、ベイトが多くてもなかなか出てこない、そんな時にただ投げてゆっくり巻いてるだけだとなかなかやっぱスイッチが入らないんで、
遠投しつつジャークして水面をかき分ける、その水面の波動と平打ちで、でその瞬間止まってまたそれが繰り返すことによってスイッチが入って要するにシーバスが出てくるっていうやり方なんですけど、まあ、基本は遠投ですねこれもね。でリールで巻くっていうよりもやっぱりハンドルで、ハンドルっていうかあのロッドですね、ロッドのこのルアーをこうブルブルブルってティップで感じてブル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 、まあ、基本的にやっぱりねこれも狙ってるところがねピンでできれば狙ってほしいんですけど、やっぱある程度こういうねあの杭があるところがシーバスが例えばステイしているようなイメージ、まあ、流れの変化があの杭がちょうど流れの変化がある、もしくはそこにベイトがさっきからブワッとこう散らばっていかにもなんかシーバスがちょっとこうね潜んでますよっていうところの近くに来たら多少ジャークをね入れてスイッチを入れてあげると、まあ、本当にジャークの強弱ですね、短く入れるか、短く入れるとね、まあ、コントロールは非常にしやすいと思います。ただアピールを最大限に上げるとしたらちょっとやっぱり強めに上げてあげた、あのジャークを入れた方が結構アピール高めになるんで、はい、まあ、ジャークをね一通りやってみたんですけど結構大事なやっぱり強弱ですね、弱すぎてもジャークにならない、強すぎても要するにルアーが結構移動速度が速すぎて、ダメな時もあるんで、やっぱりその時にあったジャークスピード、強さっていうのがあるんでそれを意識しながら、やってもらうと、まあ普通に釣れてる時はねそこまで大きく使う、まあ、あのそのテクニックではないんですけど、なかなか釣れないとかこれだけなんかシーバスの気配があったりベイトがいるのに釣れないっていう時に、やってみるとやっぱりこのジャークによって引っ張り出せる、シーバスの、この当たりっていうのはまた変わってくるんで、その辺をね今のジャークをこう応用をこうなんていうんですかね、いろんなパターンでやってもらえれば、面白いのかと思います。ファストポンドフロートですね、もう本当に止めて浮かせてそれがこのフラッシュブーストのまあ効果もあると思います。あの要は止めた瞬間にルアーは止まったけど中のフラッシュブーストがキラキラ光ってそのまま浮上してくるっていうのがやっぱりこの最大限のやっぱり特徴だと思います。要はアピールがね止まった瞬間、まあ、それでも要するに動いてるよっていうのがやっぱり見えるんで、やっぱりこうシーバスからのバイトを得やすいっていうのも、このフラッシュブーストが効いてると思います。本当にこう浮いてくる、浮かせる、浮かせる、カーッとこう浮いてくる、その浮いてくるときにフラッシュブーストが結構キラ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 、ルアーは止まってもやっぱり光ってるんでそれでやっぱりこう就業効果、やっぱり寄せる力っていうのは強いですよね。一回その泳がせるときも水面の中でギラギラギラって泳がせて本当に 2,3 回このギラギラギラって言ってこの浮かせると、結構やっぱりこの流れの弱いところで強い流れから流れの弱いところに流れてくるときにこういうアクションで結構流れてくるベイトがいるんですね。いかにこう水面直下で平打ってフラッシュブーストとのこの合わせ技ですよね。そんなにルアーが動かなくても十分ねアピールしてくれてる、これも感覚でねグリグリグリってちょっと抵抗を食って1,2,3 グリグリグリ 1,2,3 ぐらいのタイミングでやるとまあ大体いい感じだと思います。なるべく流れに逆らわずに流れに乗ってどん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 流されていく、要は弱ったベイトが流れの中を登っていく力もないですよみたいな、緩やかなところにいかにルアーを流し込んでいって今みたいに水面直下をこうひらひらでどんどん流されていくようなイメージするとやっぱりその流れの際でボカーンと出てくるやつが多いので、まあ、こういった使い方、本当ストップ&フロートもやっぱり十分ねシーバスを誘える、アクションになっていると思います。はい、続いてはドリフトになります。特に流れが強い時ですね、まあ、あまり巻かなくてもこの流れがねルアーを泳がしてくれるんでリーダーと P ラインが引っ張られてねかなり泳いでってくれるんで、もう手元はもう本当にデッドスローに近いぐらいもう余ったラインを回収するぐらいのスピードでももうロッドティップにこのブン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 アクションが伝わってくるんでね、どちらかというとこう流し込んでいくようなイメージですね。でややね自分よりもこう流れの下流の方に行ったら回収、
まあ、大きく U の字をこうローマ字の U の字を描くような感じで、その頂点 U の一番この深いところまで行って反転したところが大体当たりが出るところなんですけど、流れのきつい U の字の一番トップに行くとアクションがねいきなり大きく変わるんですよ。その変わった瞬間に結構ドーンと当たることが多いんですね。一定の速度で引いてるっていうよりもやっぱりドリフトの効果っていうのはその流れの変化、強い流れで泳いでたものが弱い流れに行った瞬間に大きく動いたりとか、そういう変化でやっぱり食わせやすいというか、それで食ってくることがほとんどなんで、まあほぼほぼのシーバスはやっぱり流れの中から、流れの中で狙うときにやっぱりドリフトで見せて抜けた瞬間に食わせるっていう感じになると思います。何かを狙ったところの障害物のストラクチャーとか、まあベイトがいた周辺をこのルアーをドリフトで変化する動き、そういうアクションでやっぱり食うことがほとんどなんで、まあ、結構これはね手前の流れの時もあれば沖の流れの時もあるし、さまざまなパターンがあるんでね、いろいろ使い分けていただければ、まあ、ドリフトで得られる超過っていうのはかなり上がると思います。はい、アーマージョイント280なんですが、やっぱりさまざまなねリトリーブアクションがあると思います。本当にスロー、ミディアム、ファースト、あとはもうストップ&フロート、まあ、今回ねいろいろと試してみたんですけど、まだまだ多分ねこのルアーにはいろいろな使い方があると思ってます。それはねぜひですね、皆さんのフィールドで、やっぱりその時のその場所の特性みたいなのもあるんでね、それをこういろいろと、確かめてもらい、いろいろやってもらうことによってまた超過が上がると思います。はい、まずはですね、アーマージョイント 190F の方の、まあ、リトリーブですね、アクションの説明からしていきたいと思います。ただ巻きで十分だと思います。まあ、リトリーブは基本的に、まあ、ゆっくり、スローリトリーブもしくは、まあ、ミディアムぐらいですね、テンポよく探るときにはやっぱりミディアムリトリーブで、手外触探ると、逆にもう本当ピンポイントで、もう例えばそのベイトのなんかこう逃げる姿が見えたり、あとは流れのよれ、本当にあとはピンポイントで何かの際を狙っていくとか、ボイルをした周辺を狙うっていう時にはやっぱりその目の前でねアクションさせたいんで、ゆっくりゆっくりスローで巻くっていうことが多いですね。だから探す時にはミディアム、ピンポイントで攻める時にはスロー、まあそういう使い分け、それとやっぱり最初は例えばこうミディアムリトリーブで引いてて、今この辺でなんかこうベイトがもじったよなとか、あとはまあボイルしたよなとか、やっぱそういう変化の時にそこだけゆっくり巻いて食わせる間を取ってあげるっていうことが、結構使い分けることが多いですね。ある程度の使い分けとしては、まあ、スローとミディアムを使って、いただければ、十分魚が釣れると思います。はい、続いてはですね、アーマージョイントの 190S ですね、シンキングタイプ、まあ、フローティングよりも重いんで、まず飛距離が出ます。それと止めた時にやっぱり沈む、まあ、シンキングといっても、まあ、そんなに一気にねスパーンとこうファーストシンキングじゃなくてゆっくりこう沈んでてくれるんでかなり扱いやすいと思います。シンキングなんでね何もしなければ沈んでいくと、これがゆっくりスーッと消えていくね。フローティングが何もしなければ浮いて、シンキングの場合はスーッと沈んでいくと、これがシンキングタイプですね。だから流れの中で、ちょっとこう踏ん張ってくれるというか、ドリフトがかかった時でもシンキングなんで浮き上がろうとしなくて非常にねシンキングペンシルのように使えるっていうのが、まあ、特徴だと思います。まあ最初は意外とこれデッドスローリティブ使うんですね。もう本当にラインスラックをただ取るだけ、要はあの本当ルアーを流し込んでいくようなシンキングペンシルと同じような使い方、まあ、流れがあるっていうのがねそもそもあのこれを使うときにはあのデッドスローをやるときには流れがあった方がいいですけど、もう本当に流れに任せながら余ったラインだけをゆっくり巻いていく。でジョイントなんでね流れを掴むと結構ねひらひら泳いでくれるんで、
この戻ってくるね、手前に岸寄りに戻ってくるラインを回収するような、ラインがたるみすぎてもダメだし張りすぎてもダメなんですけど、その流れるスピードに合わせながらゆっくりゆっくりね、本当にデッドスローリトリーブで引いてくる、シンキングペンシルを流れの中に流し込んでね、その余ったラインだけを回収するようなイメージですね。それでも本当十分ね、ルアーはひら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 泳いでくれるんで、まあ、活性が低いシーバスとかね、ちょっとレンジが低いシーバスなんかには結構有効な、リトリーブだと思います。着水同時にカウントダウンして沈めてレンジを下げてもいいと思います。で、流れがあればね、その流れの速度に合わせながら、まあ、流れよりもちょっと速く引くぐらいでいいかもしれないですけどね。あとはその水面下どのぐらい、まあ、例えば50センチを引きたいのか1メーターを引きたいのか、まあ、あとは流れが一番きついところで、本当に止まるぐらいゆっくりでもルアーはひらひら泳いでくれるんで、流れの速度に合わせながらやっぱりこう引いてくるっていうのが、まあ、コツだと思いますね。はい、以上がですね、アーマージョイント 190F190S の、リトリーブアクションになります。まあ、いろいろな状況があると思いますので、それなりにね、こう自分のスピード、まあ、アクションをね、まあ、状況に合わせながら使っていただければと思います。チューニングですね、まあ、自分の場合はだいたいこのフロント、まあ、前が顎の部分っていうんですかね、顎の部分に、まあ鉛の、要するに両面テープについた鉛をこうカットしながら貼ってって、でそうすることによって例えば泳いだ後の止まった瞬間、どうしてもフローティングでこう浮き上がるのを水平に、例えばサスペンドタイプにちょっとしたいとか、あとは流れの強いところで、ちょっとウェイト多めに貼ればスローシンキングを、もっとファーストシンキングにして、もうちょっとこうレンジを深く入れたいとか、やっぱりそういった調整をすることによってなんかよりねこう当たり、まあ、バイトが深くなったりとか、まあ、今まで食わなかったやつが食ってきたりっていうことは結構あります。まあ、190の場合もね、この280の方もそうなんですけど、やっぱりこのフロント側、まあ、頑張ってもやっぱり、フロントフックの後ろ側まで、調整すれば、まあ結構ねウェイトのそのフローティングをシンキングにしたり、アクションを変えたりってすることができると思います。自分で例えば鉛シールをこう貼った後に実際キャストしてみて、でバランスが悪ければ少しカットしながら、要するに調整していくっていう作業が必要になってます。まあ、こういうねやっぱりルアーってのはやっぱりカスタムしながら自分なりの、このアクションを出していくっていうのも一つの醍醐味になってくるんで、まあ、そういったね意味では非常にこういうあの小技というか、やっぱりそういったものを持ってるとさらに楽しみが広がってくると思います。それではですね、実際このアーマージョイント、まあ、ウェイトチューンですね、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、使うものはこういうものですね。これ鉛です。鉛のシートに、まあ、後ろがこういうね、両面テープが、まあ、元から貼ってあるものなんですけど、こちらが 0.5mm、こちらが1ミリと結構厚さもちろん倍ぐらい違うんで、まあ、それによってやっぱりこの貼る面積が少ないものはやっぱりちょっと厚めのものを少なく貼るとか、逆にこう微調整するときには薄めのものをこう貼るとかっていうことで、調整してます。まあ、190の方はね、まあ 0.5 ミリの方でいいかと思います。まあ、足すこともできるんでね、これはね、最初にいっぱい多く貼って途中でカットするよりも足りなかったらもう一回ねちょっと切ってまたこの上に、足せるんで、意外と少なめの方がいいかと思いますね。まあ、本当にね両面テープがついてるんで、まあ、隙間なく埋めてもらえればこういう感じで、これを、例えば1回キャストしてみて、で自分の思ってる例えばその浮き方水平にしたいっていう感じであれば、これで1回投げてみて多少こう浮きが頭をこう上げてくる場合だったら、もうちょっと顎の方に、ウェイトを張ってちょっと下げたりと、で当然ここにリーダーがついて引っ張られる部分があるんで、それを考えて多少調整して少しこう頭下がりでも引っ張ることによって水平になるとかね、
まあ、その辺も計算しながらやった方がいいと思います。今度はですね、まあ、アーマージュント280ですね、まあ、かなり大きいんでね、これもあのウェイト調整を、まあ、場合によっては必要なんですけど、まあ、こちらは物が大きいんでね、ちょっと1ミリの方、厚さ1ミリの方の、分厚い方で、やっぱり浮力が高い分ね、ちょっとあの重めのウェイトを張った方が調整はしやすいです。まあ、これもね、その自分が思い描いてる例えば理想のアクションとかレンジ、あとはこの止めた時に、これ今フローティングなんですけど、フローティングをやっぱりサスペンドしたりゆっくりスローシンキングしたいっていう方も結構多いと思うんですよ。まあ、そんな時にやっぱりね、このウェイトチューンが生きてくるんですけど、この両面テープを、まずは剥がして、やっぱり顎下、まあ、基本は大体顎下ですね、ここにできるだけセンターに、まあ、貼り付けて、これもねちょっと軽くやっとくとね、キャストした時に剥がれる可能性があるんで、しっかりとあの隙間なく、例えばプライヤーみたいなものでね、少し叩いても、まあ、軽く叩いて隙間を埋めてもいいとは思うんですけど、まあこんな感じで調整していきます。これでまあ、大体このぐらいだとね、気持ちちょっとこう止めた時に少し頭下がるかもしれないんですけど、リーダーでヒートリーダーで引っ張った時にはまっすぐになると思います。より流れの強いところでこうドリフト入った時ね、どうしてもルアーが浮きやすくなるんですけど、それを抑えてくれたり、あとは本当にこうゆっくり止まった瞬間に水平で浮くことなくこうサスペンドでこう流れていくっていう、その姿勢が非常にその弱ったベイトが流れてくるように見えるんで、まあ、そういったこうウェイトチューンをすることによって、やっぱりこうなかなかねバイトまで結びつかなかったシーバスがねかかってくることが結構多いんで、まあ、本当にこういうね、簡単なチューニングでまたさらにね釣れるようになりますので、ぜひ試してみてください。今説明したようなタックルバランス、特にやっぱりこのビッグベイト、まあ、やっぱり物が大きいんでね、投げるものが大きいんで、やっぱりちゃんとしたタックル、まあ、ロッド、リール、ライン、リーダー、その他やっぱり細かい小物も結構重要だと思います。やっぱり安心して思いっきりやっぱりキャストできることがやっぱり超過にもつながるし、やっぱりこれらの道具をねやっぱり揃えて、シーバスにやっぱ挑んだ方がねより楽しみも広がっていいかと思います。続いてアーマージョイント190、280の有効なシチュエーションについて、説明したいと思います。まあ、そもそもね、ルアーがかなり大きいんで、まあ、有効なシチュエーションというのはやっぱり大型ベイトを捕食するようなシーズン、時期ですよね。やっぱりまあ例えばボラ、あとはまあこの城、サッパ、あとはまあ落ち合い等ね、やっぱりそのベイトが大きくなるにつれてやっぱりルアーを大きくしていかなくちゃいけないんで、その中でもより大きなベイトを捕食しているときにはやっぱり280、通常の使い方だとやっぱり190の方がちょっと大きいベイト、小さなベイトでも両方はまることはあるんで、まあ、190はまあ常時ね普通のタックルで使いながら、一定のねタイミングで大型ベイト、超大型ベイトって言ってもいいと思うんですけど、そういったときはこういうねあの280のような大きなやっぱりルアーを使った方がやっぱりより釣れると思いますね。はい、アーマージョイントね、190の方は、フローティングタイプと、シンキングタイプの、2タイプあります。まあ、それぞれねフローティングのは 51g、シンキングのは 58g、7g の差なんですけど、このやっぱりウェイトの違いで飛距離と、あとはこう流れの中で、ね、ドリフトしたり、レンジをちょっと下げて狙うときにやっぱりシンキングの方が使いやすいんで、まあ、ただよりねトップで、捕食しているようなベイトをバーンって見えた時にやっぱりフローティングでゆっくり流して見せるのもありだと思うんで、まあ、フローティングとシンキングっていうのは結構ね、やっぱり使い分けするとより超過が上がると思います。そして増水パターンの時にもね、有効なルアーなんですけど、まあ、大体その河川の規模にもよると思うんですね。まあ、例えば、本流域もしくはその支流から流れ込むやっぱりその増水パターンでベイトが結構上流の方から流されてくるっていうのを、想定すると、でサイズ的にはやっぱりまあ12センチからまあ20センチぐらいのベイトが多いんで、まあ、そんな時はやっぱこうアーマージョイントね190の出番なんですけど、
やっぱりもう水温が下がってレンジが下がってくるとやっぱりシンキングタイプ、ただこの流れの際についているようなベイトをこう流れてくるものを狙っている場合にはフローティングでゆっくり流してこの大きなアクションで見せて食わせる、まあ息のいいベイトを演出する必要はないと思うんですね。もう流れの中にこう弱って上流から流されてきましたよっていうのをこうイメージしながら流し込んでいくような釣りなんで、まあ、本当にゆっくりゆっくり、ただやっぱりレンジは結構重要です。表層レンジで食うフローティングと、ちょっと沈めて、本当にこう水の中をドリフトで攻めて食わせるシンキングと、やっぱり使い分けが必要になると思います。結構ね、あの小さな河川じゃなくて本当大河川の中でも本当なんだろうな、こう支流からものすごい勢いで水が濁流に流れて、もう真っ黒の水の中で釣るときは意外とでかいやつの方がやっぱり目立つんで、アーマージョイント280でも平気で食ってくれてます。今まで釣ったシーバスの中でも70センチクラスのシーバスがやっぱり30センチ近いね、なんか鯉を吐き出したとかっていうのは結構ね、増水のときは見えたんで、まあ、このぐらいのサイズだったら、ね、全然シーバスは捕食対象になりますんで、逆に280を、まあ、本当に円筒っていうのもその流れの際から流れの流し強いところから弱いところにねゆっくりこう S 字を描くような感じでいかにも弱ったベイトが流れてくるかのように、アクションさせてると意外とバーンとこう出てくることもあったんで、190と280を使い分けることによって造成パターンでもかなりね威力を発揮すると思います。そしてですね、ベイトがめちゃくちゃ多いとき、特にやっぱりこの白と、ボラですよね、この2種類は特にやっぱりその群れが大きくなるんですよね。要するに数が多い、シーバスがその中にこう突っ込んでボイルしたりプレッシャーかけられてベイトがブワッと散るのが見える時もあるんですけど、大体そういう時っていうのはね意外とこの大きなベイト、まあ、この白だったら20センチから30センチ近い、ボラでもね結構まあ10センチ以上、下手したら25センチぐらいまでのこのボラがブワッと割れることがあるんですけど、やっぱりそんな中に、例えば小さなルアーをキャストしてもアピール力がやっぱり低いんですよね。でやっぱりそれなりにこの大きな、まあ280のねこの大きな、要するにボディで着水と同時に水面がバーンとこう要するにスイッチが入るんですね。やっぱり大型ベイトで群れがこの濃いような状況っていうのはやっぱりそのスイッチを入れなくちゃいけないんですよね。でそれがやっぱりこの着水音だったり、あとやっぱりこの巻いてくる時の波動、要はルアーが大きいことによって結構早巻きでグリ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 ってやるとすごいアクションをしながら平打ってくるんで、その時にもやっぱりこのベイトが逃げるんですよね。ブワッとで逃げることによってやっぱりシーバスのスイッチが入って、それもやっぱりルアーのこのヒットに結びついてくるんで、やっぱり特にね大型ベイトが密集して、しかもシーバスがそれにこうプレッシャーをかけてる、まあ、ベイトがブワッと散ったりボイルがあるっていう時にはやっぱり大きなルアー、まあ、アーマージョンの280だね、大きなルアーでやっぱりスイッチを入れて狙うっていうのがやっぱり一つの手だと思いますね。アーマージョンの280のこうナイトでもね結構有効なシチュエーションっていうのがあるんですよ。例えば橋脚周り、まあ、橋桁周りって結構ねその明暗が結構こうがっちりついてるようなところ、やっぱりそういったところっていうのはシーバスがねこう夜になったらそこにステイして、で上流からこう流れてくるボラだったりこの城っていうのをこう狙ってそこにねステイしてるんですけど、やっぱりそういったところのこの明暗にやっぱりキャストして、まあ、明るいところにキャストしてドリフトでこの明暗の境をゆっくりゆっくりねこう要するに暗いところに入れないギリギリのラインを泳がせてるとやっぱりその明暗の中からやっぱり出てくる。特にやっぱり橋桁なんで結構ね思ったより水深があったり駆け上がり沿いで深いところ、やっぱりその上まで浮いてくるときにはなかなかこうアピールでね引っ張ってこなきゃいけないんですけど、やっぱりこのボリューム感があるとやっぱりねちょっと深いレンジにいるシーバスもやっぱりこう浮きやすいというかね見せやすい食わせやすいんで、まあそういった状況の中ではやっぱりこの明暗のやっぱりこの本当ドリフトで、あとボリュームがあるんでね結構ねたまにルアーがこう見えるんですよ。自分のルアーが視認がこうね明るいところと暗いところの境目で見えるっていうのもやっぱり使ってては非常にその明暗を引きやすい、それプラスやっぱりこの明かりがねサイドから当たってくるんでフラッシュブーストに光が当たるんですよ。でその光っていうのがゆっくり引いてもやっぱりこれがやっぱりキラキラ光ることによってベイト感が出てくるんで、やっぱりそういった意味ではやっぱりこう橋脚に、ね、ついてるようなシーバスだったり明暗のちょっと駆け上がりの深いところにいるシーバスだったりっていうのがやっぱりこう釣りやすいっていうのがねあるんで、そういったところでも十分ねこう
有効性はあると思いますね。はい、最後にですね、これなかなかねやっぱりやる方は少ないかもしれないですけど、結構潮止まりの時ってやっぱりこうなんか地合いが終わったなって言ってこうね、やっぱりシーバーサングラってこう地合いを大切にするんで、やっぱりこうボイルしたりベイトが動いてる時はやっぱりみんな一生懸命やるんですけど、なんかベイト感がなくなったりこうボイルがなくなったりすると、あ、終わった終わった帰ろうっていうのが結構多いんですけど、シーバスはいるんですよ。で今まで例えばボイルしててそれでもルアーを全然食わなかった、全然もうなんでこんなにいるのに食わないんだっていう時に、ボイルが終わってシーンとして潮が止まってきたなっていうタイミングで投げて早巻きすると、なんかね今まではベイトに夢中だったのが、ベイトから目線が外れてただルアーがブワーってくると、やっぱりリアクション的にドーンってひったくっていくようなやっぱりバイトが出る時があるんで、意外とねこの潮止まりっていうのを結構ね、今までシーンとした状況じゃなくて本当にボコボコボイルしたような状況、なんか気配があったけど消えたっていう状況の時に、やっぱりこのね280っていう存在感で早巻きをして存在感を上げることによってこうヒットに結びつくっていうのがあるんで、ぜひねそういった時も試してもらいたいですね。ではタックルのご紹介をしたいと思います。やはりですねビッグベイトを扱うとなれば専用のタックルが必要になってきます。まあ、その理由はルアー自体が重たいからということが、まあ、最大の理由になります。まあ、フローティングでも 51g、シンキングだと 58g ありますから、まあ、スピニングの通常のタックルだとなかなか投げる竿がないというのが現実だと思います。私が使っているのはこのディアルーナ、ディアルーナの B80H という竿になります。スペック的にも申し分なくてですね、調子はレギュラーファーストになってます。投げやすい竿で扱いやすく、魚をかけてもバレにくいような仕様になっています。私がこの使うディアルーナの B80H に合わせるリールは、こちらになります。スコーピオンの MD301 の XGLH というタイプを私は愛用しております。XG というのは、まあ、いわゆるエクストラギアなんですけども、巻き取り量が、ね、非常に、多い、ハイギアになります。なぜそういったギア比の高いリールを使うかというと、どうしてもルアーをアクションさせているときに糸吹けっていうのは出がちになります。ベイトリールの場合この糸吹けが例えばバックラッシュなんかのトラブルにもつながりますので、それをいち早く回収するためにギア比が高いリールを私は選択しています。またこの LH といういわゆるロングハンドル、これを採用しているモデルを愛用している理由は、やはりこの持ち手に力が入るということと、かかる魚が大きいということと、あと使うルアーも重たいので、頑丈で力の入りやすい、ロングハンドルを愛用するという形になっております。このスコープ MD に巻いている P ラインは、私は3号を巻いております。ただですね、慣れないうちは4号5号という太い糸を使った方がいいです。P ラインに関しては糸が太ければ太いほどトラブルはほぼ起きません。バックラッシュがしづらいっていうのが太い糸のメリットになりますので、慣れるまでは4号5号という P ラインを使っていただければいいかと思います。またリーダーに関しては私は、ナイロンラインを愛用しております。まあ、ナイロンリーダーを使う理由っていうのはどうしてもですね、フロロ硬いリーダーでノットを組みますと、私の場合かなりですねスプールにナイロンのリーダーを巻き込んだ状態で使うことが多いです。これはキャストした際の P ラインの焼き切れを防ぐ意味でも、かなり有効な手段だと思いますので、その際に硬いフロロラインだとどうしても指を、ね、痛めることもありますし、ガイドに当たる音も大きくなりますので、私の場合はナイロンのリーダーを愛用しております。ちなみにナイロンの号数なんですけども、これもいろいろあります。上手になれば30ポンドぐらいまで落としてもいいんですが、一応私の場合は、ビッグベイト専用でこのタックルを使ってますので、ナイロンの40ポンドというリーダーを使用しております。続きましてジャイアントベイトを扱う際のタックルをご紹介します。このアーマージョイント 280F っていうのは、重さが 135g あります。非常に重たいルアーですので、ちょっとねこうビッグベイト専用のタックルではちょっと投げづらいなっていうのを感じるかと思います。ですので私の場合はこのディアルーナの B80XH エキストラヘビーの竿を愛用しております。200g ぐらいまでは投げれるようなスペックですので、
130g のアーマージョイント、もう軽々投げるような印象です。投げる側のストレスにも負担にもならないので、重たいルアーを投げる場合はやはり、スペックがやや大きいタイプのものを選ぶのが良いかと思います。このディアルーナの B80XH はレギュラーテーパーになっております。どうしても重たいルアーを背負って投げるのにですね、ファースト寄りになってしまうとトラブルも増える原因になりますので、さすがに 100g 以上のルアーを投げる場合はレギュラーテーパーなどの、テーパー具合が真ん中に来るような、ね、竿を愛用した方が投げやすいですし、魚もかけやすいですし、なおかつバレにくいと思いますので、こういった専用のタックを使うと良いかと思います。で、私がこのディアルーナの B80XH に合わせるリールは、こちらになります。カルカッタコンクエストの MD、これはあの300の XG の LH というタイプになります。同じようにロングハンドルがついてますので力が入れやすいですし、ハンドル自体で巻き取る用のパワーも強いですので、こういった仕様を愛用しております。やはりギア比もですね、やはり XG という形で先ほど申しましたように糸付けなどを素早く回収して、無用なトラブルを、ね、避けるという意味でもやはりハイギアというリールは有効だと思います。このカルカッタコンクエスト MD に使っている P ラインなんですが、こちらは4号を使っております。ただですね、 130g 超えるようなルアーになってくると実際 P ラインというのは5号6号あたりがおすすめです。ただまあこういったタックルをね長く使っていけば糸をどんどん細くすることも可能ですので、一応私は4号ラインの P を使っております。リーダーに関してもナイロンの50ポンドをこのカルカッタコンクエスト MD には巻いてあります。50ポンドに上げている理由というのはやはりルアー自体が 130g ありますから、魚と対峙するのにそんなに太い、リーダーって正直必要ないんですけども、重たいものを投げるということを前提にしてますので、少しでもラインに負荷を減らすためにこの太いナイロンラインを使っております。ジャイアントベイトを投げる上での注意点みたいなところを簡単にね、説明したいと思います。まずですね、重たくてでっかいルアーを投げるときっていうのは、ロットを選ぶ際はオーバースペックの竿を選んだ方がいいです。 130g のルアーを投げるのに 130g しか投げれない竿っていうのは結構しんどいです。なぜかというとただの重さじゃないんですよね。これがジグみたいな 130g だと簡単に投げれるんですけども、何せボディがでかい、つまり投げる時の空気の抵抗がとても大きいので、選ぶタックルっていうのはオーバースペックを選ぶっていうのが基本になります。今回ね、僕がやってるのはこれディアルーナの80の XH という、非常に硬くて強い竿なので、実際にこれぶら下げてもほとんど竿曲がらないですよね。こういう竿を選ぶっていうことが基本になります。投げる際の姿勢としてはですね、やっぱり遠心力で投げる必要があります。これだけ重たいので竿に負担がかからないようにこういうこうギリギリまでね巻き取った状態で投げると怖いです。投げた瞬間に、ノットとこがねティップに絡んでガイドが吹き飛ぶっていうことにもつながるので、ややねこうルアーを落とした状態で投げるっていうことが大事。ルアー1個分から2個分ぐらいまで、長すぎると逆にね重たいものは後から追従してくるので、周りの人に当たったり自分の体にねルアーが当たったりするので、このぐらいの垂らしを常に意識づけして投げるっていうことが、重たくて大きいルアーを投げる時の注意点になります。投げる際はこういう形でオーバーヘッドでも投げれなくはないです。投げれなくはないですけども、やはりここで引っかかった時にですね、ルアーが手前に飛んできたりする可能性もあるので、引っかかるので。なので、必ず約斜めぐらい、サイドスローとまでは、アンダースローとまではいけないけども、サイドスローぐらいの形で投げるということが大事。こうすれば、竿にも体にも負担がかからないような、投げ方ができると思います。あと、これはベイトキャスティング全般に言えるんだけど、投げた時に竿が下に行かないように、下に行って反動で糸が触れた時にティップ絡みなんかも起きやすくなる、ライントラブルが増える原因にもなるので、基本的には斜め45度意識するのは、
斜め45度に投げるという感じです。そうすればバックラッシュっていうトラブルも、そして飛距離も担保できるということで、これが一番安心安全な投げ方になります。まあ、このアーマージョイントっていうのはね、特徴的なアーマーブーストっていう、こう折りたたむっていう、まあ、これに関してはね、初速スピードとか風向きとかが影響するので、必ずしも折りたたむってわけじゃないんですけども、大型ルアーでジョイントの割には回転がしづらいような構造になってるんですね。なので、他のジョイントルアーに比べて飛距離はかなり出る方だと思います。まあ、これがこのアーマージョイントの特徴なんですけども、その飛距離が担保できるっていうところが一つ、まあ超過につながるのかなというふうに思います。スローリトリーブ、表層を、まあ、デッドからスローで引いてきて、ヨタヨタヨタっとこういう感じね、表層をヨタヨタ動いてくる。大事なことはルアーを潜らせないこと、表層にルアーを必ず置くっていうことが大事です。ルアーが潜りすぎないように表層をゆっくり巻いてくる。これウェイクではないんです。ルアーがいる位置はウェイク系のルアーと同じなんだけど、波動をあまり出さない。ルアーが表層にあるとね、リップがないとルアーってあんまり泳がないです。なぜなら前からの抵抗、水圧がないから。これ見てください、表層のデッドなのにルアーが潜ってないのにしっかりと表層を泳いでくるでしょ。ソルトの場合はこれがとっても効果的な場面があります。例えばナイトゲームの流れがある場所とか、川とかもそうですね。もう関東でも関西でもやり方は一緒です。デッドでスローで巻いてくる。ナイトゲームで比較的ベイトが大きくて、別にボイルがなくてもいいです。表層にシーバスの意識があるとき、そういうときにこういう、デッドでの表層をただ巻きで泳がせてくるっていうね、スローリトリーブの釣りが成立すると思います。続いてはドッグウォークのアクション、ルアーはアーマージョイントの 280F ですね。ドッグウォークのアクションっていうのは、まあ、ジャイアントベイトの、まあ、基本的な使い方になるんじゃないかと自分では思ってます。表層をドッグウォークでルアーを動かしてくると反応がいい魚っていうのは大体夏から秋にかけて、全国的に多いと思います。その基本的な使い方を今から解説したいと思います。リールのデジ巻きっていう方法を使います。感覚的には2分の1回転、竿で動かしても同じなんです。こうやって動かしても一緒です。ただこれをねやり続けるのってすごい大変なんですよ。なのでリールの性能に任せましょう。今のリールってすごく性能がいいので、一巻きあたりの巻き取り量も多いです。なので竿で動かすよりもリールのこのデジ巻きという、リーリングアクションだけでルアーのアクションをつけていくっていうのを覚えるととっても楽です。ドッグウォークの大事なことは目で見てアクションをつけるっていうことですね。2分の1回転で巻いてくる。ルアーが右左右左、しっかりと目で合わせながらアクションをつけていく。一定のリズムでアクションをつけていくことがとっても大事です。使う糸は P ラインです。 P ラインっていうのは伸びがほとんどありませんから直進性にすごく優れてるんですね。なので抵抗がない表層にあるルアーっていうのは前へ前へ行こうとする力がより働いてしまう。なので動かした後にラインをたるませます。ラインの動きを見てもらったら分かると思うんですけど、動かした瞬間一瞬糸が垂れてますよね。これが力が抜けてる状態です。これが綺麗に出るようになるとルアーが安定したアクションを保つことができます。なのでルアーを見ながらでもいいですし、このラインの張り具合を見てからアクションするのもどちらでも OK です。ジャークアクションについて解説したいと思います。これまたジョイント系のねルアーにかかわらずビッグベイト系のルアーの、まあ、オーソドックスなテクニックになります。ルアーをジャークすることによってスライドさせていくルアーをですね、これで、魚を誘うっていうやり方になります。同じように糸がピタッと水の中につくのを待ってからアクション開始。大事なことは斜め10時ぐらいの方向から斜め下4時ぐらいの方向に竿をさびいていく。これによってジャークが起きます。強くつければねより強いジャークになるけど、
ジョイント系のルアーなので優しくルアーの抵抗を感じながら巻いてくるのが大事です。この時にですね、竿だけで動かすのが本当はベストです。リールを巻かずに。なので体を半身にしながら体に竿をくっつけて糸は巻かずにこうやってさびくのが本当はベスト。いろんなね、外的要因っていうのが魚釣りにはあります。なのでジャークした時にですね、ハンドルよく見ておいてください。リールのいいですか。動かすと同時に糸も軽く巻いてるんです。こうやって要は竿だけの力じゃなくて糸も一緒に回収するんですね。ハンドル回してますよね。このことによって水がの中にルアーが刺さってグイッて動くときにその水を切る抵抗をより増やすことができるんですね。投げてジャークするのと同じだけの量の糸を回収する。こうするとキレのいいダートが水の中で起きます。これが一番オーソドックスなジャークです。このアーマージョイント 280F ですね。もう本当に満を持してというか丹精込めて作ったルアーだと思います。シーバスをジャイアントベイトで釣るための要素っていうのはこの 280FX の部分ですね。 100% 全部注ぎ込まれていると言っても過言じゃないです。それぐらい魂を込めて作ったルアーです。280ミリってなるとね、かなり大きなイメージがあると思うんですけども、使い方が多岐にわたります。ただ巻きから、ドッグウォーク、そしてジャーク、そのすべてに応じてかなり高い点数を上げられるような仕上がりにしているので、1日投げ続けられるルアーだとは思います。ただ、さっき言ったようにルアーというのはローテーションゲームなので、アクションが3段階ありますから、まずはこの3段階を試した上でそれでも出なければ、例えばアーマージョイントの190の F とか S にルアーローテーションして魚を狙っていくと、このルアー一つで全てが完結できるものではありません。そういったルアーを全部織り交ぜながらこのアーマージョイント 280F の一番強いところ、一番強いタイミングでぜひ投入してもらって、ドーンとでかいランカーをですね、仕留めてもらえたらというふうに思います。続きましてアーマージョイントの 190S ですね。フローティングが最初に発売になって、後にシンキング、もう待ってました。このシンキングのアーマージョイントっていうのはめちゃめちゃ釣れるルアーです。大枠で使い方は2種類に絞られます。フローティングとシンキングあるので使い分けっていう点で、シンキングは2つ、この2つの使い方を今から解説したいと思います。まずはですね、シンキングの最大の特徴、沈むという利点を生かした、やや深いレンジをデッドリトリーブ、スローリトリーブで誘うというやり方をやっています。まず投げるんですが、同じように着水の時にサミングをやる。で、シンキングの利点を生かしてこのまま糸フリーにして全部沈めていきます。で、ここからスローからデッドリトリーブ、その時の抵抗に応じてリトリーブスピードを変える。ルアーの抵抗を感じながら巻き取ってるなっていうところで合わせていけばいいと思います。ただ巻きです。まあもちろんこういうアクションをつけてもいいんですけど、基本的にただ巻きで十分です。こうやってゆっくり巻いてきてレンジをキープする。もうこれは感覚の問題なので、2メートルラインなのか3メートルラインなのか、はたまた5メートルラインなのか、これは任意でルアーを沈めて調整してあげればいいと。大事なことは沈めて使うっていうことですね。沈めて使えば、上に浮いてこない魚たちも口を使うっていうことです。で、大事なことは水中でルアーをグリグリグリってあんまり動かさないこと。抵抗が増えるとルアーって大きく動きがちなんだけど、あんまり大きくさせないっていうことが一つ大事ですね。ゆっくり巻き取る、これだけです。フローティングでこれをやろうと思うとものすごいウェイトチューンで、
張らないといけないんですよ。シンキングだとこれができるのでとっても楽です。ただ表層の付近に動いてないと食わない時もあるので、フローティングは必ず大事です、はい、この辺で食ったりしますからね、とっても大事ですよ。ちょっとね、ビッグベイトを沈めて使うってなると、なんかバカーンと水面をやるね、割るね、こうそういうなんか楽しみが1個減りますけど、これはこれで一つのパターンとしてしっかりと成立するので、上では出ないなと思ったらまずはこれをやってみてもいいと思います。はい、では続いて、アーマージョイントの 190S を使ってのジャーキングです。シンキングなのでね、表層付近をジャークするというよりも、まあ感覚的には50センチぐらい下、深くても1メートルぐらいのところを、ジャークをしながら、動かしていくっていうのがこのルアーの特徴になります。ちょっとやってみたいと思いますね。まず一緒です。投げて、もうラインが馴染んだらスタート。同じように2時からまあ8時ぐらいかなぐらいのラインでこうさびいていくのでいいと思うんですけど、ここから先はね、レンジは2になります。今着水してすぐやれば30センチぐらい潜ったところをルアーがずーっと泳いでいく。気をつけなければいけないのは、ジャークをしたジャークとジャークの合間、ルアーが沈もうとします。これを沈まないように止めるのか、あえて沈めるのかはその時次第です。一番オーソドックスなのは、なるべく沈まないように1拍以上置かないこと、 0.5 拍ぐらいで次のアクションを開始する。そうすると比較的上側のレンジを泳いでくるようになります。たださっき言ったようにシンキングなので、潜らせることが目的に使ってますから、そこは任意で調整してもらって、まあせっかくシンキングを使うんですからね、30センチ以上潜らせたところで誘いをかけた方がより有効だと思うので、ちょっと待ってスタートする。これやるとルアーをジャークしてますけど、ルアーはほぼほぼ見えません。見えないんだけども、グリグリっとルアーは動いてますので、この感覚を維持しながら巻き続ける。シーバスもその時々のコンディションによっては、このルアーが潜ってないと食わないっていう場合もかなりの確率ありますので、全てがフローティング、そしてフローティングにウェイトチューンだけではなく、完全にシンキングのルアーとして一つ持ってきてた方がより攻め幅が広がると思います。次はアーマージョイントの190の F ですね。フローティングのタイプになります。もうフローティングのタイプは使い方は全てオーソドックスです。投げて表層をジャークして使うか、ただ巻きで使うか、まあ、この2種類が一番多くて、まずはオーソドックスに表層ただ巻きからやってみたいと思います。190はね、280に比べてややフローティング具合がちょっと甘いので、ちょっとこう水に入りやすくなります。同じようにルアーの抵抗を感じながらラインを水につけた状態でリトリーブを開始して、表層をスローもしくはデッドリトリーブ。280に比べるとアクションは小さいです。いわゆる引き波を出しながら表層をゆっくり巻いてくるっていうパターンになります。もうちょっと大きくアクション出したいときは、顎下に2グラムとか、張ればちょっと入水角度が変わってアクションがやや大きくなります。もうやり方は280と同じですね。ただ出てるアクションの波動の大きさが全然異なるので、かなり弱いアピール具合になってます。なので大きな抵抗を出そうと思ったら、ウェイトシールを顎下に2グラムぐらい貼ってもらえれば、デッドリトリーブでもちょっと頭の入水角度が変わってやや大きく動くので、ただ巻きで使うんだったらそういうのもありだと思います。
では続いてジャークですね。まあ一緒です、投げる、サミングを落とすで、190は抵抗が少ないので280と比べてジャークした時にルアーが入りやすくなります。こういう感じですね。なので本当水面直下ルアー1個分ぐらいのレンジをスーッて動いてくる感じですね。つまりルアーの抵抗がほとんどないような状態をレンジを泳いでくるので、ちょっとアクションのコツが必要です。強すぎないジャーク、強いジャークをしてしまうとルアーのバランスが崩れてしまうので、まあジャークのパワーとしたらまあ7割程度ぐらいの力でジャーク、そうするとルアー1個分ぐらいのレンジをくる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 っと動いてくる。ただちょっとこう横に飛ぶ力もちょっと弱いので、アクションを強めたいと思ったら、ウェイト 2g から 4g を顎下に張る。でもっと動かしたかったらお腹のところにもう 2g、4g を足す。でそういうウェイトチューンによって、ルアーをあと1個分ぐらいレンジを下げることによって抵抗を増やしてアクションをつけるというやり方があります。この状態だとこうグリグリすると基本的にルアーは前方向に飛んできてるんですよね。横にあんまり飛ばないので、飛ばしたいんだったらそういうチューンをするといいと思います。じゃあのアーマージョイント、190F そして 190S ですね。まあだいたいそのこの2つ、アクション総括するともうシンキングとフローティングなんでそもそもの使い方が、かなり変わってきます。まあ使い方というよりも使うシチュエーションですかね。フローティングの方がよりベイトが浮いてて、アクションを人為的につける際は優しい力で、ルアーを動かすってことが大事である。シンキングに関しては強めのアクションでも構わないんですけども、レンジを下に持っていくっていうね、シンキングの特性を生かした使い方をした方がいいと、例えば一つの釣りをする中で浅まずめだったらベイトが浮いててボイルがあってっていう場合だとフローティングでいいですし、こうやって日が上がってベイトが沈んで、なかなか表層の釣りでは魚が出ませんよっていう時にこのシンキングに切り替えると。フローティングに重りを入って沈めるよりも鼻からシンキングを使った方が使いやすいのはもう一目瞭然なので、フローティングとシンキングっていうのは必ず1日の中で使い分けをする場面というのが存在します。なのでアーマージョイントを1日釣りする際にはフローティングとシンキング両方とも持ってきてもらって、その都度その都度で使い分けてもらえればいいかと思います。はい、じゃあアーマージョイント 280F を使って、まあ、壁打ちをやってみたいと思います。まあ、壁打ちっていうのはね、まあ、ビッグベイトを使う人にとっては、まあ、オーソドックスな攻め方の一つになるとは思います。大事なことはですね、壁ギリギリにルアーを落としてあまり壁をから外さずに、そうですね、まあ、せいぜい1メートル以内ぐらいのところを、平行に、誘ってくるっていうやり方です。魚がいればね、いきなり食ってはくるので、アクションをね、ドッグホークでやるのか、それともジャークでやるのか、その時に応じて、まあ、基本的にはね両方合わせながら合わせ技でやっていきたいと思います。では早速やってみます。もういたら即食ってくるんで勝負が早いんで、ただ足元まではね同じ壁が続くので足元までは引いてくる。今ねちょうど斜高でシェードができてるんで、このシェードの際もいわゆる明暗と同じなので、壁をやった後に必ず1回フォローでね入れておく。ちょっとねこれ柱の下とかほら、あの中にえぐれてるでしょ、こういうえぐれの中にねシーバス入ってるんで、でそういうところに隠れるっていうことは外に行きたくないから隠れてるんだよって。だから通すコースも際に入れないと出てきてまでは食わない。ただ回遊性の強いやつなんかはこういうね明暗みたいになってる境目にいたりもします。
まあ最初の1ジャークか2ジャークぐらいで大体釣れますね、壁についてる魚は。はい、今回ね、アーマージョイントの 280F と、190F、そして S、この3つを使って、まあ、ローテーションしながらね、いろんな釣りをやってきました。まあ、あのテクニック的には、ドッグウォーク、ただ巻き、そしてジャーク、シンキングのアーマージョイントだったらたっぷり沈めてね、ゆっくりスローリトリーブで巻いてくるとガンと、そういった映像も入ってると思います。ジャイアントベイト、ビッグベイトっていうのはね、あの大きいもので、その魚のにその大きなルアーの存在感で魚を誘うっていうルアーではあります。ただ190と280ね、こういろんなローテーションしていく中で、まあ、仮にベイトがねこういうイワシサイズであったとしても、表層のドッグウォークとかで、誘い方を変えれば釣果に結びつくという、まあ、そういったルアーにも変わっていきます。大きなルアーだから大きな魚が出るっていうわけではありませんけども、比較的小さい魚を避けて釣れる傾向にはありますので、ぜひですねこのアーマージョイントシリーズを手に取って皆様もフィールドに出かけてみてください。それではこのアーマージョイントを手にしたあなたにお伝えしたいウェイト中に関するお話をさせていただきたいと思います。正直でこのまま使っても十分釣れます。十分釣れるんですが、いろんなシチュエーションがありますよね。ちょっと波立ってる、風がある、ちょっとベイトが沈んでる、いろんなシチュエーションその場で、出会うかと思います。その際にですね、ノーマルのままではちょっと当たりが少ないな、そう感じた時のための対処法です。まずはアーマージョイントの、190、これあのフローティングとシンキングがあります。でフローティングの方をいじる必要はもうないんですね。なぜならシンキングがありますので。ですのでこのシンキングをいじるっていう点で、ウェイトチューブを貼っていきます。私の場合はこのルアーの顎下に 2g のウェイトを貼るようにしています。こういう形ですね、 2g。これなんで 2g を貼るかと言いますと、十分ですねこれあのフローティングより重たいので沈んでいくんですけども、例えば、水深が10メートルあります。ベイトの映像はだいたい4メーターぐらいにあります。4メーター5メーターにあります。そうするとシーバスっていうのはその群れの下側にいるんですね、ベイトの下側に。ということはこれを誘い出して上に上げていくことがまずビッグベイト、ジャイアントベイトで魚を釣るための条件になります。最初からボイルして浮いているような状態は何もする必要はないんですけども、魚の活性を上に上げていくということが大事になります。でこれは 2g を張ったところでこの沈下スピードが速くなるかと言われたら全然速くならないです。目的はこのアーマージョイント190の入水角度を少しでも下げるということです。いわゆる頭側を少しでも下げるということ、このことによって沈んでいくときにより速いスピードで水を切りながら落ちていくし、巻き上げるときに頭を持ち上げながら動きがしっかりと出るようになる。これをやるために私は 2g を張ります。なのでウェイトチューニングの目的としてはルアーのアクションを変えるということと、あとはベイトがいるレンジにこのルアーを送り届けるという作業です。これがウェイトチューニングの最初の一歩になるかと思います。続きましてこのアーマージョイントの 280F、まあ、これのチューニングもウェイトチューニングになるんですが、正直280ミリあってウェイトも135、これを沈めようとするとものすごい量のウェイトが必要なんですね。なので私はこのルアーを沈めようとは思いません。ただ先ほど言ったようにちょっとラフった海面、波がちょっと高いよねっていう時などにですね、ルアーの泳ぎを破綻させないように、こう波の中の波頭にルアーが来るとですね、抵抗がなくなってアクションが崩れるんですね。そういったことを防ぐために顎下に今度は 4g のシンカーを張ります。こういうポジションですね。こういうふうに張ることによって先ほどの190と同じです。これ自体で沈めようとは思わないです。ただ入水角度をちょっと下げることによってほんのわずかですけどもレンジが入れられるんですね。感覚的にはルアー1個分ぐらい水の中に入ると思ってもらったらいいと思います。ただこのわずかルアー1個分ぐらい水の中に入るだけで、これまた不思議、
バイト数が増えたり、バイトがあっても乗らなかった個体がしっかり腹筋できたりと、いろんな恩恵がそこで生まれます。もちろん張ってない状態でもすごくいいルアーです。その場その場の現場でこういうシチュエーションだったらウェイトを張りましょう。先ほど申しましたように海面がちょっと荒れているような場合だとウェイトを張ってほんの少しでもいいから水の中に入れる。そのことで泳ぎがしっかりと安定感を増して超過につながるというわけになります。なのでこのウェイトチューン全くしなくていいわけは一切ありません。私も必ず釣り場にはウェイトをいくつか種類持っていきます。2グラムと4グラムがあれば大体対応できますので、ぜひですね釣り場に行く際にはこのウェイトを持っていって、その時々に合わせた使い方っていうのを模索してほしいと思います。このアーマージョイントシリーズが有効なシチュエーションっていうのは、私の場合は今回ねボートシーバスだったので、海原に乗り出して、魚群探知機でベイトの群れを確認しながら魚を釣りました。比較的大きなベイトがたくさん群れる、そういった場面に遭遇するかと思います。ベイトがいすぎる状態だとやはりこのビッグベイト、ジャイアントベイトっていうのが本当に有効になります。なので釣り場に行った時にベイトがたくさんいるな、しかも浮いてるなと思ったら190から280というあたりでまず攻めていただいて、群れの中のベイトよりも大きなルアーで誘って魚に気づいてもらう、そういったことを意識しながら使っていただけたらというふうに思います。またアクションに関してもいわゆるドッグウォークっていうアクションから、ただのリトリーブ、そしてジャーク、いろんな、ね、パターンがありますけども、こういうジャイアントベイト、ビッグベイトでいわゆるドッグウォークのアクションっていうのは、だいたい夏から初秋にかけて、水温が上がった状態から下がっていくところ、水面をね結構意識するので、そういった時にこのドッグウォークっていうのは有効です。通常ですとビッグペンシルっていうのを作るんですが、このアーマージョイントの 280F っていうのは、映像でも出てると思うんですけど、非常に表層でのドッグウォークのアクションをうまくできるように作ってあります。なのでビッグペンシルと同様にこのアーマージョイントシリーズの大きいタイプなどはドッグウォークで魚を誘うことがより可能になってくるわけですね。なのでいろんなパターンのルアーがありますので、シチュエーションに応じて上なのかちょっと下なのかもっと下なのかっていうところを、使い分けてもらえたらと私は考えています。今回、壁打ちっていうね釣り方もやりました。その壁打ちに関しても表層がいい時と30センチ入った方がいい時と50センチまで進めないといけない時といろいろあります。オープンエリアのベイトがたくさんいる場所もそうです。ボイルをしてるからといって表層だけで食うというわけではありません。その時にこの190のシンキングをわざと沈めて3メーター4メーターぐらいまで沈めてスローリトリーブ、そういった使い方で大きな魚も釣ってると思います。あらゆるシチュエーションに応じて使い方も変えていく必要がありますので、ぜひですねこの動画を何度も見返してもらって学習していただけたらと思います。はい、ここまで私島田がですね、オフショアボートシーバスでの、このアーマージョイントシリーズの使い方、タックルの解説、いろんなお話をさせていただきました。実際ね実調しながら、本当に大きな魚から、数も釣れて、いろんなルアーのアクションの仕方で魚を出してきました。鈴木仁志さんが、いわゆるショアシーバス、おかっぱりのシーバスでのこのアーマージョイントの使い方も解説されたと思いますが、これを何度もですねぜひ見かせていただいて皆さんの実調のお役に立てればと思います。よく見てるとですね細かいテクニックが随所に入っていると思います。なので何度も何度も見ていただいて、あこうやればこのルアーってこう動くんだなっていうところをですね一つ頭の中で完成してもらって釣り場で試していただけたらと思います。今回紹介したね、これらのルアー通常のルアーと違ってやっぱり満足度の高い、要はね狙って釣るっていうねこう楽しみ方、価値ある一本ランカーシーバスを狙っていくための、ルアーだと思いますので、ぜひ皆さんもねいろいろなリトリーブアクション、あとはチューニングをしながら皆さんもですねぜひ価値ある一本を求めて、ランカーシーバスを狙ってみてください。